上がりきったテンションで繰り出される恥ずかしい名言の数々。今は昔はいたみたいな雰囲気が出せるが、今まで誰とも付き合ったことがなくても嘘にはならない非常に便利な言葉、嘘である。バオーガー、この男意味もなくシャドーボクシングをし始めるほど喜んでいる。エキスパートである。この周知院学園は会長のみ選挙で選出され、他の役員は能力に応じて任命される。 OB を訪ね後頭部に訪れる後輩たちも少なくない。その日もまた一人の少女が完全孤立。期末テストなのである。黒歴史。ゲボ吐きそうなほど緊張しているし、宣告から謎の震えでペンもろくに持てていない。この男、最近買ったゲームの続きが早くしたい。試験前にゲームを買うこの胆力、まるで自分の死期を察したかのごとき生き急ぎ、そして普通に赤点を取る。3人のうちの1人は経験済みの可能性が高い。私何かしましたか？自覚なし。好きになった方が負けなのである。成績自体は平均的であるものの、学習意欲は高く、性格以外は優等生の藤原初期。これに引き換え藤原初期の攻撃力は戦車級、戦力差は絶望的。断じて告白が恥ずかしくてできないとか、振られたらどうしようなど、しょうもない理由で行われているわけではないことをご理解いただきたい。チンチンやおっぱいで笑ってしまう時期、つまり相合傘の成立には傘を忘れたアピールが必須だが、あ、しまった傘忘れた。バッティング。できる女アピール。特訓の日々が続いた。ない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 。2574回、篠宮かぐやが窓の外を眺めながら投稿した回数である。半年が過ぎた。猫耳と少女、総理強制。能力を見込まれ生徒会会計に選出された男。今月の会計報告です。なあ、その彼が今まさに満を持して。なんだ。はい、生徒会を辞めたいんです。生徒会を辞めようとしていた。